幸せになることは死ぬことよりも怖い。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日もご視聴ありがとうございます。今日のお話は、私が心理学を勉強して一番びっくりした法則をお届けしますね。それは、幸せになることは死ぬことよりも怖い。なんでって思いました。だってみんな幸せになりたいし、なんでそれが死ぬことよりも怖いの？でもですね、私はこの法則を教えてもらった時に、あって思う体験をしたことがあったんですね。それは今を遡ること35年ぐらい前、40年ぐらい近く前かな。兵庫県の真ん中に丹波篠山っていうエリアがあって、そこは出鑑賞祭りって結構大きいお祭りがあるんですね。で、そのお祭りに行った時に、今でもお祭りに行かれた皆さんは、あのくじ引きとか出店があるじゃないですか。まあ、あの今だったら300円ぐらい、当時は100円だったかな。それで空くじなしで下敷きとか消しゴムとか、まあ、ちびまる子ちゃん風のなんか女の子とか、そういうのがもらえるやつなんですけれども、その時に、まあ、一等は仮面ライダーとウルトラマンの結構大きめの可愛いぬいぐるみがあったんですよね。で、まあまあ遊びでやろうかなって100円払って、くじを引くと番号が書いてありまして、その番号を見て、ないんですよ。で、僕の様子を見て、まあそのお店のおじさんがね、どれどれって言って、あ、おめでとう、一等当たってるよ、ラッキー、ウルトラマンと仮面ライダーとどっちのぬいぐるみがいいって言われて、じゃあウルトラマン。でウルトラマンを持って歩くと、みんながなんかこういいなみたいな目で見てくれて、へへへ、もう一回やってみようかなと思ったんですよ。で、また100円でゴシャゴシャって見たんですよね。で、ないんですよ。まさかなって上を見たら、また当たってたんですよ。じゃあ今度は仮面ライダーって2個持って歩いてたら、まあね、もうちょっとヒーローですよ。みんな、あいつなんか2個持ってんで、2個持ってんで。でもすっかり気分が良くなった私は、3個目も挑戦しようと思ったんですけれども、また違う、全部違うお店なんですね。でそのお店に行った時に、おじさんに、おお、2個も当たったんだよねって言われたんで聞いたんです。これは、あの、一等額当たる確率ってどれぐらいなんですかって聞いたら、いやいや、100枚に1枚、100分の1の確率でこの一等のぬいぐるみが入ってるんだよ、計算したんです。100分の1かける100分の1は、お、2個当たるのは1万分の1か。もし次これ当たったら100万分の1かって思いながら、あのぬいぐるみ2個持っててですね、ちょっとこう取りにくくって取ったんです。でおじさんが、めくってあげようかって言うんで、じゃあお願いしますよって、僕の中にはまさかねって思いがあって上から見せたら、ペラッとめくった瞬間におじさんの血の毛がさーっと引いて、僕にまた当たったよって言ったんです。え？でその瞬間にものすっごく嫌な気分になったんです。100分の1かける100分の1かける100分の1の確率は100万分の1の確率。当時ですね、宝くじの一等は1億5000万だったのを覚えてます。つまり100万分の1の確率って、1億5000万の宝くじが当たってもいい確率ですよね。どう思ったか、俺今日一生の運使い果たしちゃったー。で、手に入れたものがウルトラマンと仮面ライダーと、おじさんが言うんです、どっちにすんの、じゃあウルトラマンで、ものすんごいへこんだっていう記憶と体験があって、あって思ったんです。でも皆さん、ここでですね、あの時私がものすごくへこんで落ち込んで、
もう帰ろう、今日帰り車に当たっちゃったりするんじゃないかなってビビりながら、全然お祭りも楽しめず帰ったわけですけど、なんで落ち込んだか分かりますか？遊びでもう一回くじ引き引いてもよかったですよね。でも万が一そのくじが当たるほどの俺は幸せ、そんなラッキーなことはありえない、もしあの時にもう一回そんな体験があったら、もうちょっと発狂してたのかもしれません。それは私が信じられないような世界の住人になっちゃうからかな。でその話を聞いて、ああ俺あるわ。でもう一個思い出したんですよ。なんでかな。でその時に思い出したのは、1月16日、お年玉付き年賀はがきの抽選が当時1月15日が発表で、1月16日の新聞の朝刊にその番号があったんですね。で1月16日私は一生懸命、なんか当たってないかな、糸当たらないかなって、まあ、切手シートは皆さんも何回か当たったことがあると思うんですけど、それを見てたらうちのおばあちゃんがこう言うんです。純ちゃん、そんなもの当たらない方がいいんだよ。当たった方がいいじゃんおばあちゃんって言った、うちのおばあちゃんがペケペケさんっていうお家あるでしょ、あそこに。あるよ。昭和28年だったかな、一等のね、当時自転車だったね、年賀状のこの一等がね、当たったんだよ自転車。いいじゃん当たったら。その年の暮れだったかな、家が燃えたのは。当たらない方がいいねばあちゃん。関係ないですよね全然。でもどこかで皆さんもいいことがあったら漏れなく悪いことがあるなんて全く変な理屈信頼してませんか？いいことばっかりあっても全然いいんですよね。でも我々はそんなに私ばっかりラッキーで幸せでいいわけない。その時に本当にあなたが死んじゃうのは、あなたが幸せになれないというような、私は不幸だというエゴが死んじゃうわけですけど、あなたがエゴが自分だと思ってると、まるで自分が死んじゃうように思っちゃう。幸せになることは死ぬことよりも怖い。お勉強になりましたか？今日のお話よかったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。はい皆さん、今日はインフォメーションの時間をちょっといただきますね。いつものこの短いのじゃちょっと物足らない、しっかり恋愛心理学を勉強したいとか、私もカウンセラーになってみたいわっていう皆さん、神戸メンタルサービスっていうのはそもそもカウンセラー養成スクールが母体になっております。臨床経験って言うんですけれどもですね、本を読むだけではなくて実際のカウンセリング現場というものを我々は皆さんに提供することができます。日本で実は私どもカウンセラーのスクールとしては一番大きなスクールなんですね。もしよろしければ一度神戸メンタルサービスの無料説明会っていうのにお越しいただけませんか？90分、いつもと同じように私がいろんな説明したり喋り倒したりしますから結構楽しいですよ。しかも無料説明会に来ていただくと2時間の恋愛心理学講座が1回タダで聞けるチケットとか、3300円払わないといけない入会金が無料になったり、特典がたくさんあります。もしよろしければ一度来てください。よろしくね。